こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。この2日ぐらい前に雨が降りまして、その後急に寒くなりました。今日は11月の11日ですが、ちょうど遠藤の種まきをするにはいいような気候ではないかと思います。あまり早くに種まきをしますと、霜が降りたり、それから急に寒波が来たりした時に伸びた遠藤類、豆類の苗がしびてしまいます。ですから10センチぐらいまでで寒さを過ごすような大きさにすると粘りもできていますので、霜柱にも影響がないですので、10センチぐらいまでで冬を越せるような状態の育て方をされた方がいいんではないかと思います。今日は遠藤類の種まきから収穫までの流れを一通りお話をさせていただきたいと思います。まず種まきをする時期はあまり早くにまかないということと、それから他の種のように前処理をしないです。お水につけたりとかはしません。それと種まきをする前に畝にたっぷりお水をかけた後種まきをします。それからあとは水やりをしません。発芽まで。豆類は水やりを頻繁にやることによって腐ってしまいます。ですから種まきの前に先に土をたっぷり湿らしておいて、その水分で発芽を促すようにします。そして年内はもうあまり作業はありません。発芽を待って順調に成長するのを待つだけです。苗がつるっていうか、ヒゲが伸び出した頃には支柱を立てたりして支えが必要になります。それがヒゲが伸び出す頃は、その種まきしたのと畑の肥料によってちょっと差がありますので、何日後とかいうことはないと思います。そこの畑によって違ってきますので、ヒゲを基準に支柱を立てたりします。そして支柱を立てることによって、伸びてきた春になってだんだん成長していきますが、つるが伸びていって大きくなった時の途中に肥料が足りてるか足りてないか、つるの状態を見まして、つい肥をしたり、また肥料が結構いってるなという時にはエムリン PK でちょっと抑え気味に徒長しないような処理をします。そして P ホスターと私はカルハードを混ぜて葉面散布をしますが、その葉面散布をすることによって側枝がたくさん出たり花芽がたくさん出たりしますので、そのような処理をしています。花が葉の付け元に花芽が出ますが、花芽が1つの場合と2つ花芽が出る場合とはありますが、養分が足りない時は花芽は1つになります。養分が十分あるリン酸も効いてる時には花芽が2つつきます。そうすると実が2つつきます。窒素があまりない時には鞘が短いです。窒素があってリン酸を効かすことによって鞘が長くなります。鞘が長いということは中の豆もたくさん入っています。昨年私は普段は多い時で7個8個でしたが、去年は9個ありました。1つの鞘に8個9個あると嬉しいですよね。それと遠藤類はほぼ毎日収穫をしないと、収穫時期を遅れると硬くなったり味が落ちたりします。収穫時期を遅れないようにほぼ毎日確認しながら収穫していきます。そのような流れになっています。遠藤類の収穫が終わりますと、ちょっと早めに終わらせて、その後にその支柱を利用して私はいつもキュウリを巻いています。キュウリを巻いてるというか、キュウリは別でポットで育てて、そこに苗を植え付けています。そしてその支柱を利用してキュウリを這わしていきますので、キュウリがすごくたくさんなります。もう収穫用しきれないぐらいたくさんなります。
ただ今年はもうちょっと早めのキュウリが欲しいということですので、沿道の後にキュウリも植えますけども、その前にどこかに別のところに支柱を立てて早めのキュウリを栽培してみたいとは思っています。沿道は連作が効きません。雑誌なんかには5年から7年は連作ダメですっていうことがありますが、私は5年も空けてはないです。3年ぐらいで障害は出てませんので、3年でこう繰り返し繰り返し回っています。土作りができていれば3年ぐらいで連作障害は出ませんでしたので、それでいくんじゃないかとは思います。それでは沿道の畝にマルチを張って準備をしていきたいと思います。マルチは私はいつも沿道にはスナップ沿道、薄い沿道にはこの黒のマルチを使っています。幅が95センチ幅の黒マルチを使います。はい、できました。それでは種まきをするところに穴あけ器で印をつけて穴を開けていきます。42センチピッチでジグザグにいきます。まず42センチを全部開けていきます。中心から8センチぐらいのところにまず1つ穴を開けます。そして42センチぐらいで穴を開けて、反対側にこの最初に開けた穴の中間ぐらいに、中心より7センチぐらい寄ったところに順番にジグザグに開けていきます。支柱はこの真ん中に立てます。はい、これで全部穴を開け終わりましたので、この穴のいらない部分のポリを順番に拾っていきたいと思います。この穴開け器を使いましたけども、これは昨年
ダイソーで200円の消費税で購入してきまして、その時はこの穴あけ機、マルチの穴あけではなくて穴掘り機でしたので、ちょっとここがポリが切れる状態の形ではなかったですので、こうジグザグにして剣をつけました。かなりこれは重宝しています。それでは種まきをする前に穴にたっぷりジョロでお水をかけていきたいと思います。穴にたっぷりお水をかけています。まだ土の中に種は入れてませんので、たっぷりのお水をかけていいと思います。はい、たっぷりとお水をかけました。それでは今からスナップエンドウの種まきをしたいと思います。スナップエンドウの種類は滝のジャッキーというスナップエンドウです。こちらの袋は今年購入しました。こちらは昨年の残りがちょっとありますので、これを使いたいと思います。保存は袋の切った方を順番に折って、野菜室、冷蔵庫の野菜室に入れて保存しておきました。毎年このような形で使っていますので発芽すると思います。それでは種まきを一穴に3粒ずつまいていきたいと思います。まず3粒ずつ配っていって、指先で1センチぐらい奥に差し込んで埋めます。シングレでしょうか、雨がこの真上にある黒い雲から雨が落ちました。でも長雨ではないと思います。周りは青空ですので。それでは指が汚れる気もピンセットにしようかな。指が汚れるのでピンセットで刺します。1センチぐらい奥に差し込みます。本当はへそを下にしたらいいんですが、もうエンドウは小さいですので、そら豆のようにはそれほど心配しなくていいと思いますので、3箇所ちょっと離して土を着せます。このようにして土に 1センチぐらい埋めます。エンドウの種がくっつかないように3箇所に離して埋め込みます。土が湿ってますので、この土の水分を吸いながら芽が出てくると思います。たっぷり蒸れてますので、
終わりました。それではこの上穴にクンタンを入れていきます。昨年このエンドウの種まいた上にクンタンを着せて様子を見たところ、すごく発芽の揃いが良かったですので、今年もクンタンを上に乗せていきたいと思います。それでは上穴にクンタンを入れていきます。何日まで芽が出るわ？1週間かからんと思うけど、けどあれは空豆はなかなか芽が出ん。今いよいよでよ。いつまでか？もう10日と言わんろ。芽は飛んだら畑で広がるき、ちょっと丈夫に入れよう。保湿の効果もあるのかね。あるある、全然乾きが違うき、それと虫が来にくい。鳥も巻いちょったらこんやろ。はい、終わりました。種をまいた上にクンタンをかけました。私は今種まきがちょうどの時期なので、この上に不織布をかけませんけども、寒くなってちょっとまき時が遅れたかなっていう時には不織布をベタがけかトンネルがけをすると発芽が揃いがいいと思います。それと鳥、発芽しようとする時に鳥が食べに来る場合がありますので、鳥の多い地域ではやはり不織布をかけた方がいいかなとは思いますが、私はこれでちょっと様子を見て、鳥が来るようであれば不織布をかけていきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコッ。